Hey yo everyone, welcome back to another playthrough for this set for the game Inuyasha Feudal Fairy Tale. That's funny. Hey, Kagome! Oh, wait, you're Kikyo. My bad. それ以上言うと子供でも容赦せぬぞ。この場から立ち去るがよい。ほらを子供扱いするな。女子だからってこっちこそ容赦せんぞ。雇用会が後悔しても知らぬぞ。養老族のあの方角に何かあるのか。始めるぞ。何をそんなに急ぐ。養老族とはそのようなものなのか。かごめ、いや死人の匂いがしやがる。何者だ。私は巫女の桔梗。そこをどいてもらおう。さもなくばその喧嘩私も混ぜておくれよ。その狼の兄さんとはいろいろとあるんでね。俺はカムラ。なんだか知らねえが二人まとめて相手してやる。キラ。余計なことを。狼程度なら私一人で十分だ。Cover is a bitch for joining in. But I'll try not to use her in the fight. いざいざ一本目勝負行けまでにかまってよ。I didn't need Kagura for this fight. やはりその程度か。カグラとやら、お前から奈落の匂いを感じる。
で消し去ってくれようか。はっ、悪いけど私はまだ死ぬ気はないんでね。失礼するよ。始めるぞ。I'm not gonna repeat that same joke again. お前は妙魔ではないか。その岩がどうしたというのだ。おお、ちょうど良いところに。実はこの岩の隙間に紫紺のかけらが挟まっておるのでございますが、残念ながらこの妙魔ではこれだけ大きな岩を砕いて取り出すことは不可能でございますじゃ。というわけですので、すみませんが、あとはお任せしますじゃ。言ってしまったか。しかし紫紺のかけらとか言っていたな。時が経ちましたが、調子はいかがですかな。おお、あの造作もない。はあ、しゃ始めるぞ。 This project is going by shorter than I thought. I mean, the game was a little, it's difficult enough on normal. お前は犬夜叉たちと言った。奉仕よ、こんなところで何をしている。あなたを待っておりました。あなたはもうこの世にあってはならない存在。私とて仏の道に身を置く者、この世からあなたを成仏させましょう。私を消すというのか。ならば容赦はせぬ。仕方ありませんね。オナゴに手をかけるのは好みではありませんが、これも私の役目なのです。貴様が何であろうと関係ない。できるものならやってみるのだな。 Well, before I get started on this fire guy in the episode, I know it's a little soon, but we'll have more on the way. See ya.